それでは表題の文献について丸山が紹介します。ここで取り組んでいるのは、タイトルにもあるように、キーフレーズの、抽出ですね。なんか文章を与えて、その文章を、端的に表すような、単語、フレーズをこう取ってきてあげるっていうようなタスクに取り組んでます。で、そのスーパーバイズド、教師ありの場合っていうのは、もちろんアノテーションされたデータが、たくさん必要ですし、その、学習データにないようなドメイン外の部分には結構弱いっていうのがあって、ここではその教師なしの手法ですね、そのセンテンスエンベディングを使った教師なしの手法っていうのを提案していますというような内容です。で、やり方すごくシンプルで、次のこう、3つのステップで行われます。で、最初に、文章を入力したら、そこからフレーズ、品詞に基づいてフレーズに単位に切ってあげて、あとはその、入力した文章と、フレーズを同じ空間に、落とし込んであげる。やり方は、ドックツーベックを使うかセントツーベックを使うかみたいな、2種類あるんですけど、2種類でやってあげて、で、最後は、その文章ベクトルですね、文章のベクトルに近いやつっていうのを、持ってきてあげる。ここでは、コサインシミラリティを測って取ってきてあげるっていうようなことをやってます。なんでこう、ベクトルを最初に作ってしまったら、計算するのは結構簡単にすぐできるっていうような、流れになってます。で、この手法でやると、どういうことが起こるかっていうので、この2次元の図にこうマップされてるんですけど、星ですね、この真ん中にある星が、文章のベクトルでになってます。で、青い丸になってるのが、実際候補として選ばれたものなんですけど、丸で囲んでる、オレンジとか、青緑で囲んでる部分にちょっと注目してもらうと、割とこう同じような意味というか、ナンバーズナンバーとか、シェイプとか、こういうのが結構入ってきて、でもその選んできたキーフレーズの中に割と冗長性があるっていうのが、問題として挙げられます。なので、ちょっとさっきの部分の最後のところだけ変えてあげて、ちょっとマキシマルマージンリレバンスっていうものを導入してあげます。最初の、フレーズに単位したり、ベクトル化する部分は同じですね。で、エンベッドランクプラスプラスっていうものも、ここでは同時に提案していて、で、これ、その MMR ってどういうものかっていうと、やり方はすごくシンプルで、この式の通りになってます。で、この一番最初の項は、単純にコサインシミラリティを取ってて、ポイントは多分ここが、その多様性ですかね、その冗長性を削除するような項になってて、何をやってるかっていうと、その選ばれた、キーフレーズの中で、また新しいキーフレーズを選ぶかどうかを判断するときに、その選ばれた中との、類似度を取ってあげて、それを引いてあげるってことですね。なんで、選ばれてる、キーフレーズもすでに選ばれているものの中のものと似ているものがあったら、結構こっちの項が大きくなって、類似度が下がるというような、形の式です。で、こういう計算式を導入してあげます。で、コサインシミラリティは、ノーマライズドコサインシミラリティというのを使っていて、多分、標準化とか正規化をしているというだけだと思うんですけど、そういうコサインシミラリティを導入しています。で、そうすると、どんな風に変わるのかっていうのが、さっきの図との比較になるんですけど、左側が、先ほどの図で、右側がさっきのこの MMR っていうのを導入した図になってます。で、丸で囲んだ部分が、さっきの冗長性とかって示した部分なんですけど、右側の方になると、この一つの集合の中で1個しか選ばれてないような状態になってて、で、なおかつ、その青が選ばれた、青い丸が選ばれたそのキーフレーズになってるんですけど、こう右側の方がよりこう広がりを持った、集合になってるかなっていうのが分かります。はい。で、ここからが比較の実験になります。で、データセットは、この3つのデータセットを使っています。で、それぞれ違いは、文章の長さですね。上からこう、アブストラクトって、短いやつだったりとか、新聞記事だったりとか、あとはもうそのペーパー全部ですねっていうようになってて、で、そのそれぞれの長さとかが、下の表になってます。
で、まあ、ちょっと注目してもらいたいのはこれですね、まあ、ドキュメントの中にキーフレーズが入ってないものの割合っていうのがまあ示されてて、なんでこの、まあ、エクストラクション、そのドキュメントの中から引っ張り出すっていうことではまあできないものもまあ入っているっていうのがまあこの数値になってて、なんで完全にそのキーフレーズを取ってくるっていうのはまあ不可能な設定になっているっていうのがまあちょっと注意です。はい。で、結果がまあこの表になってます。で、まあ大きくまあ3つに分かれてるんですけど、 N っていうのがまあ候補、どれいくつ候補を出すかっていう部分ですね。であとはそれぞれまあいくつかまあ既存の手法が並んでいるというような形で、まあ、評価プレシジョンリコールと FG で取ってます。で、提案のまあ提案しているエンベッドランクとかだと割とこうまあインスペックとかダックとかは短めの文章で結構効果を発揮しているっていうことが分かります。でまあ一方でまあこういうまあこれすごい長くまあペーパー全部なんですごい長いんですけど、こういうのだと割とその提案しているやつあんまりこう効果が発揮できてなくて、割とまあトピックランクとかちょっとこれなんて読むか分かんないんですけど、まあこの辺の2つが割と強めの手法であるということが分かります。で、確かこうトピックランクとかこういうやつは確かその文の、フレーズの出現する位置っていうもの情報も使っていて、まあ、そういうのが結構重要なんじゃないかっていうのが、まあ、この結果から分かっていて、なので、その文フレーズの出現位置を単純にこうかけてあげるっていうものが、まあ、そのエンベッドランクに、フレーズの出現位置をかけてあげるっていうのが結果がまあこのエンベッドランク、まあ、一番下のこの結果になってます。でまあそのポジショナルバイアスっていうのをそのまあフレーズの出現位置ですね、まあ、かけてあげるとまあ割とこの長いやつとかでもまあトピックランクに匹敵するくらいの性能が出てたりとか、まあ、ダックの方でも割と性能が上がっているっていうことが分かります。はい。であとはそのエンベッドランクと、まあ、そのエンベッドランクプラスプラスあのさっきのまあ多様性を考慮した部分っていうのを比較してあげると、まあ、F1 スコア、まあ、このプレシジョンリコール F1 だけで見ると、まあ、そういうのまあ多様性導入しなかった方が結果的にはいいっていう形になっています。でただ、人手でもこう評価をしていて、まあ、そのどっちがその良い、キーフレーズの集合ですかみたいな投票を行っているんですけど、で、ラムダ1っていうのがあのさっきの MMR の式のまあラムダで、まあ、1だとまあそれはエンベッドランクと等価なので、まあ、ラムダ1っていうのがまあエンベッドランクで 0.5 っていうのがまあその、多様性を考慮するのとまあバランスを取っているものですね。なんですけど、まあ人で評価をすると、まあ、その多様性を考慮した方がまあ圧倒的にいいっていう結果になってます。はい。まとめです。ここではまあそのセンテンスエンベディングを使った、まあ、教師なしの、まあ、キーフレーズエクストラクションの手法エンベッドランクというものを提案しています。で、まあ、エンベッドランクは割と短めの文章で結構効果を発揮するような手法でした。で、まあ、ただその似た、まあ、フレーズ、まあ、そこを抽出したフレーズに冗長性というのが生まれてくるので、まあ、そこの多様性を考慮した手法というのも、提案しています。でそうすると、まあ、結局人で評価ではこ、まあ、エンベッドランクよりもいい結果が出ています。なんでまあ単純にこうテストデータの F1 スコアを評価するだけではどうなんだろうかっていうまあ問題を挙げる形で締めくくられています。はい、以上で終わります。